どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 SPG アメックスと新しく出たねヒルトンアメックス、こちらのですね比較ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。どちらもですねホテルと提携したアメリカンエクスプレスのクレジットカードということで、気になっている方もね結構多いかなというふうに思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。まずね基本スペックについてなんですけども、こんな感じに、ね、なっておりまして、年会費についてはですね SPG アメックスが31,000円、ヒルトン一般カードが15,000円、ヒルトンプレミアムカードが60,000円といった形になっております。ヒルトンの一般カードはですね15,000円プラス税金ということで、アメリカンエクスプレスのねクレジットカードとしてはかなり安いですよね。また家族カードについてなんですけども、ヒルトンアメックスのクレジットカードについてはですね一般カードはね1枚無料というふうになっておりまして、プレミアムカードの方はですね3枚まで無料でね発行することができるんですよね。これはねかなり大きい特典だなというふうに思っておりまして、 SPG アメックスにもですね家族カードっていうのはあるにはあるんですけども、年会費がね1枚目からかかるっていう風になっておりまして、またですねマリオットのゴールドステータス等々のですね特典についてもないっていった形になるんで、こちらはねお得感がない感じなんですよね。 SPG アメックスもですね家族カード1枚ね無料にしていただけたらいいなって思う感じですよね。またですねヒルトンカードについてもですね家族カードについては無料で発行することはできるわけなんですけども、家族会員にはですねステータスの付与というのはないっていった形になりますので、この点はね注意していただきたいなっていうふうに思います。それでは次にポイント付与率についてなんですけども、通常決済時はですね100円につき SPG アメックスは3ポイント、ヒルトン一般カードは2ポイント、ヒルトンプレミアムカードは3ポイント付与っていった形になっております。またそれぞれのホテルで利用した場合はですね SPG アメックスに関してはマリオットボンボイホテルですね決済すると100円につきね6ポイントもらえるっていうふうになっておりまして、ヒルトン一般カードは3ポイント、プレミアムカードは7ポイントといった形になっております。でですねポイントについてなんですけども、 SPG アメックスはですねマリオットボンボイポイントが貯まるというふうになっておりまして、1ポイントですねだいたい 0.8 円から最大ね1円以上でもね利用することができるっていった形になるんですよね。結構ねお得に利用できるかなというふうに思っておりまして、ヒルトンポイントについてはですねだいたい 0.3 円から 0.5 円ぐらい、またねスーパー繁忙期のみですね1ポイント1円でね利用することができるっていった形になるんですよね。こちらねポイントに関してはですねやはりね SPG アメックスの方がですねお得にね利用することができるかなというふうに思っております。それでは次に ANA マイルや JAL マイルへの還元率に関してなんですけども、マリオットボンボイポイントはですね3ポイント1マイルでね交換することができるっていった形になっておりまして、またですねマリオットボンボイポイントはですね3ポイントが1マイルに交換することができるわけなんですけども、6万ポイントを一度に交換するとですね本来ね2万マイルに交換することができるわけなんですけども、こちらね5000マイルのねボーナスがもらえるというふうになっておりますんで、6万ポイントをね一度に交換すると2万5000マイルにね交換することができるっていった形になるんですよね。ということなので SPG アメックスのですねマイルの還元率に関しては最大ね 1.25% っていった感じになるんですよね。次にですねヒルトンポイントに関してなんですけども、ヒルトンポイントはですねマイルに交換ねかなりね渋いっていった形になりまして、1万ヒルトンポイントをですねマイルに交換すると1000マイルにね交換することができるんですよね。まあ、1万ポイントが1000マイルということで結構ね鬼のようにねレートが悪いっていった形になりますんで、ヒルトンのねポイントをマイルに交換するっていうのはですね本当に最終手段かなというふうに思っております。ですのでヒルトンのねアメックスのクレジットカードに関してはですねマイルを貯めるクレジットカードにはねならないっていった形になっております。それでは次にホテルとホテルステータスについてなんですけども、マリオットボンボイホテルは世界ね7300件っていった形になっておりまして、日本国内ではですね71件のマリオットボンボイホテルがねあるっていった形になっております。またねヒルトンに関しては世界約ね6100件っていった形になっておりまして、日本国内にはですね17のヒルトンホテルがあるっていった形になっております。マリオットボンボイホテルは国内ね
71件ということで、またね2021年も2022年についてもですね、ホテル開業がね結構決まっているっていう形になりますんで、マリオットホテルね国内かなり多いですよね。まあ、ヒルトンもですねどんどん増えていくと思うわけなんですけども、マリオットホテルは71件、またねヒルトンホテルは17件というふうになりますんで、この、ね、数の差はね結構大きいかなというふうに思っております。ホテルのねメインカードね探している方に関してはですね、まあ、行きたいエリアにねホテルがあるのかっていうのですね、よく旅行に行く場所ってねあるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、そちらの先にですねホテルがあるかどうかっていうのはですね気にしていただきたいなというふうに思っております。というのもですね、まあ、今回ねスピージアメックスもヒルトンアメックスもですね、どちらもねホテルの上級会員がねもらえるっていうふうにはなるわけなんですけども、まあねホテルがなければ利用することができないっていった形になりますんで、この点はねよく考えていただきたいなっていうふうに思っております。でですね、ホテルステータスとその特典についてなんですけども、こんな感じに、ね、なっておりまして、 SPG アメックスに関してはですねマリオットボンボイですねゴールドステータスが付与されるというふうになっておりまして、ヒルトンアメックスに関してはですねクレジットカードね2つ出ているわけなんですけども、クレジットカード発行してですね自動的に付与されるのはゴールドステータスっていうふうになっております。マリオットボンボイホテルのゴールドステータスとですねヒルトンのゴールドステータスの違いっていうのはですね、マリオットの方はですね朝食っていうのはですねゴールドステータスだとつかないんですけども、ヒルトンの方だとですねゴールドステータスでもどこでもね2名分朝食ねつくっていった形になるんですよね。こちらはねやっぱりね大きい特典かなというふうに思っております。ホテルの朝食はね結構高いっていった形になりますんで、これがねクレジットカード発行するだけで受けられるっていうのはですねかなり大きい特典だなというふうに思っております。またですねアップグレードに関してなんですけども、どちらもですねスイートルームはね覗かれるわけなんですけども、空室状況によってはですねアップグレードしていただけるっていう風になっております。でですねヒルトンのねアップグレードに関してはですねラウンジアクセスがねつく部屋にアップグレードしてもらえるとですねエグゼクティブクラブラウンジがね利用できるっていうのもですねあるみたいなんですよね。マリオットに関してはですねアップグレードでラウンジアクセスがつく客室にですねアップグレードしてもらったことですねゴールドステータスの時にあるわけなんですけども、ラウンジを利用することはですねできないんですよね。あくまでねアップグレードされた後のね話にはなるわけなんですけども、これもね大きな特徴かなというふうに思っております。またねヒルトンプレミアムカードについてはですねゴールドステータスね付与っていった形にはなるわけなんですけども、年間ね200万円決済するとダイヤモンドステータスね獲得することもできるっていった形になっております。年間ね200万円の決済というふうになりますので、なかなかのねハードルなのかなっていうふうに思うわけなんですけども、決済できる方に関してはですねプレミアムカードね保有しているだけでダイヤモンドステータスね維持することができるっていった形になっておりますので、こちらもね大きい特典だなというふうに思っております。それでは次にですねクレジットカードの更新特典についてですね、 SPG アメックスはですね更新時に5万ポイントの無料宿泊特典というのがですねもらえるっていった形になっておりまして、またですね宿泊実績が5泊分ねもらえるっていった形になっております。 SPG アメックスに関してはですねクレジットカードを更新するだけでですねもらえるっていった形になっておりますので、こちらはねハードルが低くてねすごいいい特典ですよね。またね5万ポイントの無料宿泊特典についてもですね5万ポイントまでのホテルでね利用することができるっていった形になっております。このブラックアウトっていうのはですね年末年始とかですねスーパー繁忙期ありますよね。こういうね繁忙期であったとしてもですね枠さえ空いていれば利用することができるっていった形になってるんですよね。またヒルトン一般カードについてはですねクレジットカードの更新と年間150万円の利用でウィーケンド無料宿泊特典というのがですね一泊もらえるっていう形になっております。ヒルトンプレミアムカードに関してなんですけども、ウィーケンド無料宿泊特典がですね2つもらえるというふうになっておりまして、1つはですねクレジットカードを更新するだけで1つねもらえるっていう形になっておりまして、またね年間300万円以上決済するとですねもう1つねウィーケンド無料宿泊特典がねもらえるっていう形になっております。
でですね、このヒルトンアメックスのウィークエンド無料宿泊特典についてなんですけども、こちらね詳細が分かってきましたので解説ね一緒にしていきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、こちらの有効期限はですね1年間っていうふうになっておりまして、ウィークエンド無料宿泊特典はですね対象外ホテルっていうのはですね公式サイトに記載がありまして、そちらのホテル以外であればですねどこでもね利用することができるっていった形になるんですよね。またねブラックアウトと呼ばれる年末年始などもですねポイント宿泊のね枠さえ空いていれば利用することができるっていった形になってるんですよね。これね結構すごい特典になるのではないのかなというふうに思っておりまして、ヒルトンデスクによればですね国内のホテルも全てね対象っていった形になっておりますし、またねヒルトンホテルの中でも高級ブランドであるねボルドーファーストリアホテルっていうのがねあるわけなんですけども、こちらでもですね利用することができるっていった形になってるんですよね。まあこのホテルはですね日本にはないブランドなわけなんですけども、まあ、海外旅行とかね行けるようになったらですね結構ね重宝するのではないのかなというふうに思っております。でですねこちらのウィークエンド無料宿泊特典の対象外ホテルについてなんですけども、こんな感じになっておりまして、概要欄にもね公式サイトね載せておきますので、気になる方はですねそちらね見ていただきたいなというふうに思っております。それでは次に海外旅行保険などの付帯特典についてなんですけども、こんなね感じになっておりまして、全て細かくはですね解説はいたしませんけども、まあ、大きく異なる点としてはですね、ヒルトン一般カードはですね一般カードということで保証部分ねかなり削られているんですよね。またね空港のラウンジとかも利用することができませんので、この点をね注意していただきたいなというふうに思っております。またね手荷物宅配サービスについてなんですけども、 SPG とですねヒルトンプレミアムカードはね付帯しているわけなんですけども、 SPG はですね羽田が対象外っていうふうになっておりますので、羽田空港を除いた成田、中部、関空がね対象っていった形になっておりまして、新しく出たヒルトンプレミアムカードに関しては成田、羽田、関空、中部ね対象っていった形になっておりますので、この点はね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。まあ、この付帯特典についてはですね結構ね気にされない方ね多いかなっていうふうに思うわけなんですけども、メインクレジットカードにねされるようであればですね後からトラブった時のね保険っていった形になりますんで、この点はねよく検討していただきたいなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね SPG アメックスとヒルトンアメックスクレジットカードね比較させていただいたわけなんですけども、統合的に見るとですねやはりね SPG アメックスのねマリオットボンボポイントねかなり強いなというふうに思いますよね。でですねヒルトンホテルをねメインで利用される方はどちらがねおすすめなのかっていう話なんですけども、メインカードにしてガンガン利用していくようであればですねちょっと年会費は高いんですけども、プレミアムカードでもねいいのかなっていうふうに思っております。またねヒルトンゴールドステータスとウィークエンド無料宿泊特典ね150万円の決済が必要なわけなんですけども、こちらが目的であればですね一般カードでねいいのかなっていうふうに思っております。ウィークエンド無料宿泊特典ね詳細が分かってきてですね、対象外ホテルもね少なくて、まあ、週末にはねなるわけなんですけども、かなりね使い勝手が良さそうなので、年会費以上ですね高級ホテルで利用できるようであればですねかなりねお得に利用できるんではないのかなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。